この動画を見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。前回作った動画、勝手にゴールデングラブ賞な動画をご覧になりましたか？見ていないなら、別にご覧にならなくていい。このチャンネルでは野球の変なネタから変なネタを扱うぜ。範囲は狭いがぜひチャンネル登録してください。今回は前回の続きだぜ。簡単に説明すると、UZR からゴールデングラブ賞を勝手に選考するぜ。規定打席以上の野手を選考するので、投手と規定打席未満の選手は選考から外れる。あとプラス1枠、私たちが守備を見て簡単した選手も紹介するぞ。今回はセリーグ編だぜ。パリーグ TV みたいなのがセリーグにはないので、各球団のチャンネルで守備の動画があれば、概要欄に貼っておくぜ。安定の見切り発車だから動画がなくても知らない。では、ご覧ください。UZR 値は選手の写真の右下にあるぜ。参考にするといいぞ。まずは、キャッチャーだ。木野拓選手だ。だろうぜ、強肩、強打の化け物キャッチャーだぜ。谷繁さんから埋まってなかった優の正捕手がついに埋まったな。木野拓選手のおかげでセリーグの盗塁数が激減したそうだぜ。そんなわけはないと思うが、本当に肩が強い。中日で一番怖い存在だと私は思っているぜ。次はファーストだ。マルテ選手だぜ。阪神ファンだが疑問しかない。いや、下手じゃないがなんで？規定打席の選手だからだぜ。正直、ライバルが減った印象だぜ。派手なプレーがないから、いいイメージがないのかもしれないな。ミスが少ないのと、守備範囲も狭くはないのと無理はしないから。コツコツとポイントを上げた印象だぜ。次はセカンドだ。阿部選手だぜ。おいおい、菊池選手だろ？いや、マスターだぜ。セリーグ波乱しかないな。菊池選手は守備範囲が広すぎてボールが取れなかったりすると、指標が落ちるって有識者の人が言ってたぜ。忍者侍もついに破られる時が来たんだな。ちなみに菊池選手の UZR は 2.7。マスターは堅実に守備範囲を伸ばし、補給してからの動作が早い印象だぜ。なるほどな。次はサードだ。岡本選手だぜ。普通にうまいよな。結構、ライン際とかの球は補給されるイメージがあるな。ボールへの反応の良さや動きも結構機敏だから、堅実にボールをキャッチしてスローイングするぜ。岡本選手がサードじゃなければ、もっと点入ってたって試合は多いと思う。打撃の調子が悪くても守備で貢献できるのは強いぜ。そうだな。岡本選手は巨人の選手で一番怖い。次はショートだ。強打選手だ。イメージ的には堅実な守備だな。基本的な動作で取ってて、派手さはないがお手本すぎる動作だな。堅実に基本的な守備で指標を上げているイメージだぜ。中日でセンターラインが埋まりかけだぞ。この二遊間で守備をしてるからチーム失点がむちゃくちゃ少ないぜ。洗い場みたいになられると怖いな。若い人はわからんぜ。次はレフトだ。青木選手だぜ。この人といい、石川選手といい、いつ衰えるんだ？本当にだぜ。シフトの裏を変えても全力ダッシュでライン際の球を取ったりできるぜ。さすがすぎるな。化け物みたいなベテランだな。でも、前世紀はもっと足も速かったし。打撃もどこに投げても打たれたイメージだぜ。さすがは元メジャーリーガーだな。次はセンターだ。近本選手だぜ。この前調べたから知ってる。とにかく足が速いから守備範囲が広いぜ。守備なんとよく言われるが、本当に意味がわからない。もっと守備範囲が広くないといけないのか？肩が弱いってのが大きいぜ。それを足で全て補うのはさすがだぜ。守備範囲の広さだけなら、指標では12球団でズバ抜けてるからな。次はライトだ。鈴木誠也選手だぜ。肩激強マンだな。身体能力お化けで、足も速いから守備範囲も広いぜ。鈴木選手はメジャーに行くのかな？今年のオリンピックで活躍すれば、メジャーへの道のりが開けるぜ。ホームランいっぱい打って怖いので早くメジャーに行って活躍してほしいな。理由が意味不明だぜ。最後にプラスワン枠だぜ。森敬斗選手だぜ。本当にすごい選手がいきなり出てきた。球に向かってくるスピード、肩の強さ、補給能力。若い分若干の荒さもあるが、完成された選手だぜ。打撃もいいな。顔もイケメンだし言うことないな。ラミちゃんの隠し財産だぜ。ドラ1だから隠せてはないが、しっかり単独指名してるぜ。これから、坂本選手並みの活躍をするかもしれないな。要チェックだぜ。何度も言っているが、あくまでも現在の数字なので入れ替わりはあるぜ。守備面の指標ってないがしろにされがちだから、実際の数字で見れば納得できる。今から後半戦始まるから、今後の選手たちに期待だぜ。この動画をご覧いただきありがとうございました。皆様と共にいい動画を作りたいのでよろしければ、コメント等お願いします。ここまでご視聴、ありがとうございました。